やめろ。その紳士に手を出すことはこのスピードワゴンが許さねえ。紳士、紳士。泣いてエリナ、エリナ、泣き虫エリナ。やめろ、人形を返してやるんだ。なんだお前、エリナの知り合いか。知らない子だが、僕には戦う理由がある。おこ、この野郎、女の子に巻いたから。あのいいからほっといて、向こうへ行けよ。僕は君に感謝されたくってあいつらに向かって行ったんじゃないぞ。僕は本当の紳士を目指しているからだ。君が女の子で困っていたからだ。相手が大きいやつだからって、負けると分かっているからって、紳士は勇気を持って戦わなくてはならない時があるからだぞ。でもいつか勝てるようになってやる。エリナに、エリナに何をした。決して許さない。君の僕に対する嫌がらせではない。僕のことなどどうでもいい。彼女に対する侮辱が許さない。苦しいぞ、嫉妬に狂った姿。叶わない。でもここで負けたら、これから一生ディオの陰でおどおどと生活しなくてはならない。何よりもエリナの名誉を取り戻すため、戦わなくてはならない。うわぁ、来い。こいつ、蹴りを入れられて掴んでくるとは。もう一撃欲しい。ディオ、こんな君が泣くまで殴るのをやめない。こんなカスみたいなやつに、このディオが。よかった。おお、意識を。峠は越しました。もう大丈夫。君がずっと看病。君は、君がここにいるなんて、面影がある。いや、まさか。そんなはずはない。すごく似ているけど。似てるって誰に？エリナ・ペンドルトンに。ああ、お久しぶりです、ジョナサン・ジョースター。ジョジョ、エリナ、大きくなったね。まあ、それはあなたの方ですわ。でも、本当にしばらくです。ああ、つい気が緩んで意識を。まあ、なんてこと。骨折している腕で私を。いつだって支えるさ。石仮面を破壊するために、石仮面をかぶった者を倒すために。君はすでに石仮面と戦う運命にある。先導を学ばなければならん。さもないと死ぬ。君もこの全人類も。まさか。ジョジョ、何のこと。あの人は一体。エリナ、この件にエリナを巻き込んではいけない。彼女だけは決して。エリナ、どうかしたかい？何を泣いているんだい？この涙は幸せの涙です。あなたがここにいることの。子供の頃、いじめっ子にさらに殴られるのを知っていて、あえて自分の名の入ったハンカチを見せた誇り高きジョナサン・ジョースターが、この腕の中にいる幸せです。それは僕も同じさ。心が暗く冷えてしまった時、温かくしてくれたのは君なのだから。だからこそ
君の住むこの世界を守れたことがとても嬉しい。紳士。